世話の焼けるやつだな。新生児の実を食べてすげえスーパーサイヤ人になった。貴様があんなやつ相手に何を。サイヤ人として恋愛感情を職場に持ち込むなど言語道断。はじけてたまれー。所詮下級戦士無様。この俺がちょっと思うのか。死ねー。させるか。すまんな、助かったよ。おう、まだいい。さすがに強いな。俺一人だときついかもな。逃がしはしない。邪魔するな。なんだと。お前はかかバカな。俺の最高の技だぞ、星の毛。なんだあの人は。弾けてまざれ。まさか。逃がし、まで猿になっちまうからな。だが俺のパワーボールの効果は、シジュの実を食べてすげえスーパーサイヤ人になったくさ。ははっ、無様なもんだ。お猿の化け物。やつら虫けらのように岩場に叩きつけるのだ。なぜ俺を攻撃するんだ。やめろお猿の化け物。まあいい、奴らは俺一人で。ぐしゃんぐしゃん。そうだった、焦って肝心なことを忘れていたぜ。裏切り者のガキ。仲間だと思った俺が柄にもなく甘かったのだ。俺の角。おのれ。ガツンと一発くる。やったか。やめるな、ここ来てもらえ。少しは聞いたぜ。所詮下級生かな。戦ってみなきゃわかんねえ。いいぞと思うのか。死ねえ。やめろ。いって。まだ生きていたか。とんでもねえタフさはさすがだな。俺は名門でのエリート戦士だ。貴様のような下級戦士に舐められてたまるか。許さねえ。俺からこいつを奪えると思う。見るがいい。俺の新たなる技、太陽拳。今のうちに奪ってやるで。冗談だろ。死ねえ。バカ